はい、どうも、芸能界で25年以上仕事をしてますテレシンです。今回はタトゥー割りの意外な男性芸能人ランキングトップ19について流れるように紹介していきます。それでは行ってみましょう。19位、清原和博さん、左半身に竜のタトゥー、どちらかというとおしゃれではなく反射の匂いがしますね。そんな清原さん、実は2021年3月11日に自身のツイッターでタトゥー除去の施術を開始したと報告。理由は今後の完全復活をするためだそうです。18位、押尾学さん、画像は結婚前の矢田亜希子さんとのツーショット。背中に天使が羽を広げているようなデザインのものが入ってます。天使をモチーフにしたタトゥーは守護天使悪魔を払うという意味があるとされています。ちなみに押尾さん、一時期 FX ビジネスの広告塔にもなっていたので、情報商材関連のお仕事もされているようです。17位、白衣さん、胸元のツバメは幸せを運ぶ鳥と言われ海外でも幸せの象徴とされてます。由来はツバメは天敵から身を守る能力が低いです。ただその分危険を察知する能力が高いと言われてます。このことから危険を回避して安全な方へ行くイコール幸運をもたらすと言われてます。ちなみに国によって解釈は様々あります。16位、稲葉浩志さん、左腕の茨をモチーフにしたトライバル柄、真ん中に志、由来は自身の名前の一部、あとは志を高く生きるという意味が込められているそうです。背中の上り竜は出世などの意味があります。ビーズはまさに音楽業界で上り詰めてますよね。15位、テルさん、左腕のツバメと文字、ツバメは先ほど説明したので、文字を解説。腕にはThe sun is always shining behind the clouds 010911とあります。これはアメリカ同時多発テロ 9.11 の後に入れたもので、まあ、略すと、雲に覆われて見えなくても太陽はいつでも輝いているという意味です。また、テルさん、星マークのタトゥー画像も出回ってますが、あれはシールです。14位、ハイドさん、背中の羽のタトゥーについてハイドさんは自由や空を飛ぶ憧れの象徴と語っていました。またよく見ると羽は欠けてます。実はこれルーブル美術館にある勝利の女神サモトラケのニケを意識して自ら絵を描いてこのタトゥーを入れたそうです。13位、アツシさん、胸腕、背中など全体的に入ってます。今回は目立つ胸の部分に注目。左胸のインディアンには命、魂、自然という象徴があります。そして右胸の I'm gentle and convey true love というのは愛を伝える優しい男という意味があります。12位、高弘さん、左腕にある女性のタトゥーは以前大切にされていた女性ではと噂されています。ちなみに、昔板野友美さんの SNS に高弘さんらしき人物が映り込み、板野さんはその画像を削除、結果炎上しました。このことがきっかけになって、タトゥーの女性はトモチンではと言われるようになりました。11位、氷室京介さん、左腕に黒ひょうブラックパンサーのタトゥーが入ってます。このタトゥーは、強者、強者、自由、革命などの意味が込められています。ちなみに国や地域によって解釈は変わってきます。今回はシンボルとして最もメジャーな意味でご紹介させてもらいました。10位、森田剛さん、結婚前の宮沢りえさんとのスクープ写真、右腕から、トライバル模様のタトゥーがちらっと見えてますね。芸能人でタトゥーを入れてる人は多いんですが、実はジャニーズ事務所の方針としてタトゥーは完全 NG と言われてます。まあ今はね、森田さんはジャニーズを退所されてますが、当時はタトゥーが問題になり、結果 V6 の仕事も減ったのではと言われてます。9位、渋谷昴さん、右手の甲にドクロのタトゥー、10代後半から20代前半に入れたと言われています。その後2008年あたりから、手術をして、徐々に薄くなっていきました。2020年7月に、自身のインスタに公開された画像を見ると痛々しいタトゥーの跡がわかります。8位、永瀬智也さん、このね、浜崎あゆみさんとの画像は有名ですね、これね。現在永瀬さんはタトゥーは消しているようです。これはドラマ俺の家の話でも確認できましたね。はい。ちなみに浜崎さんの方は消さずにこうデザインを足して現在も残してます。7位、ディーン・フジオカさん、右腕のタトゥーですね、実はこれデザインの下のところに、ディーンさんの本名
藤岡達夫のイニシャルになってるんですね。ちなみにファンの方はご存知かもしれませんが、こちらのデザイン公式サイトのロゴとしても使われてます。6位、木梨憲武さん。2010年に自身のブログで実家の木梨サイクルと英語で入れたと画像をアップ、その後すぐに消してきたと報告もありましたが、2016年に放送されたトンネルズの皆さんのおかげでしたの中でタトゥーらしきものが映り込んでしまいました。このタトゥーはシールではとの声もあるようですが、真相は不明です。5位、リューチェルさん。右腕にお子さんの名前リンク、左腕にペコさんの本名テツコと入ってます。この画像がリューチェルさんのインスタに公開された時、賛否が集まり軽く炎上しました。これに対してリューチェルさんは偏見のある社会を変えていきたいとコメントされました。4位、河村隆一さん。左腕全体に入ってましたが、現在は消されたようです。当時はテレビ出演の際半袖 NG と言われてました。ここで河村隆一のタトゥー武勇伝を一つ。なんと河村さん、タトゥーを入れたのは中学生時代、この頃は安全ピンを使って自分で入れたのが始まりとのこと。中学生で自分でタトゥーを入れる、やばいです。3位、イッサさん。両腕、胸元、背中、ほぼ全身に入ってますね。イッサさんは以前、ゴールデンタイムに放送されたしくじり先生という番組で、学ラン姿からタトゥーが見えてしまい、中高生へ悪影響があるとして、クレームが殺到。まあ日本ではね、まだタトゥーイコールちょっとね、反射というか、ネガティブなイメージが多いようですね。2位、鶴野武さん。星マークのタトゥーには希望、道しるべなどの意味があると言われてますが、鶴野さんの場合は少し違うようです。鶴野さんは奥さんと2人でよく星を見に行くことから夫婦でお揃いの星のタトゥーを入れたそうです。ちなみに奥様は腕ではなく足首に入れてるそうです。そして栄えある第1位は木村拓哉さんです。左足首に蛇のようなタトゥーが入ってます。このタトゥーは奥様の工藤静香さんとお揃いです。ちなみに2009年、さんまさんとスマップさんの特番の時に足首にテーピングをしてました。これね、運動とかやられる方はわかると思います。このテーピングの巻き方、何の意味もないです。まあ、木村さんクラスの場合、こういったテーピングとかサポートはちゃんとスタッフさんがやってくれますからね。はい、なのでこれは当時完全にタトゥーを隠すために巻いたものです。ちなみにこの頃は、工藤静香さんと結婚される1年前だったので、まあ、メディアをね騒がせないための対策だったのかなと。その後2017年1月に放送されたぴったんこカンカンでは、テーピングなどを巻かずにオープンにしていました。はい、ランキングご覧いただきました。今回の内容ちょっと面白かったかもと思われた方は高評価ボタン、いいねをいただけると私はとっても喜びます。またこんなランキングを聞きたいという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。テレシンでした。